はい、引き続きまして、さらにパーツを切り抜いていきます。50番、ステーですね。ステーです。これも貼り合わせパーツ。49番、これもステーですね。49番、これも貼り合わせパーツですね。続いてこれが、ラジエーター、サイドポンツーンのラジエーターですね。内側から、外側から見える部分のラジエーターになります。サイドポンツーンのここですね。ここの部分から見える部分のラジエーターです。これのパーツを切り抜いていきます。折りはね、後でまたやっていきますけどね。ここ矢印、これが上になります。続いて13番のラジエーターパーツ。のりしろの部分をね、丁寧に切り抜いていきましょう。あらかたパーツの切り抜きがこの辺で終わってきます。はい、続いてフロントウィングの部分ですね。で、これが翼端板、リアウィングの翼端板。パーツとパーツが接近しているので注意して切り抜いてください。はい。まあね、接近している場合は、どちらかに合わせて、その面をこう切ってしまうと、干渉することなく、いけると思います。このフロントウィングの翼端板なんですが、ここのところ、これが左右対称じゃないので、折ったときに、この差し込みパーツが二重にならないように、切り離しをしておきます。この場合はね、ここを丸く仕上げたいので折り筋は入れてません。したがって、貼り合わせの位置を確認するために、両側、こっち側とこっち側はギリギリまで切っとく。すなわち、まあ、完成形の切り抜き、ギリギリまで全部切り抜いてしまっておくという切り抜きが良いかと思われます。後でまた曲げ加工するときに説明をします。まあ、貼り合わせパーツなので、貼り合わせパーツの箱に入れておきます。結構ね、ウィング類は貼り合わせパーツになってますので、組み立ての前の下処理というんですかね、の貼り合わせパーツの工程っていうのは多いですね。あと、このブラウンカラーのティレルの場合は、黒系っていうんですかね、ちょっと明るいグレーのメタリックっていうんですかね、メタリックなんですよね。で、ペーパークラフトでメタリック調の色を表現するのは非常に難しいんですが、一応今回は、その表現をこのある程度粒子を飛ばしてですね、ザラザラな感じの画像処理してあるんで、
均一にグレーになってないように見えますが、これ一応メタリックの表現という、ご理解いただければありがたいですね。続きましてリアウィングの翼端板です。これはあのステーがこれ貼り合わせパーツになってますので、ここの部分、ここまで切り込みを入れて、貼り合わせになります。でここのりしろの部分がやはり同様にないので、ここだけ切り落としておいて、ここで、折って貼り合わせと、貼り合わせをしていただきたいと思います。でこちらも翼端板をは翼端板で貼り合わせと、こんな形で貼り合わせパーツとして、仕上げていってください。もうちょっと位置調整のためにあれですね、ここ際まで切っておいて、切りよく端っこが合うように折り位置を調整しておきましょう。はい、もう一枚翼端板切ってきます。なるべくね、貼り合わせパーツは切ってからじゃない、貼ってから切り取るというのが、いいですね。後で仕上がりがよくなりますね、見えますね、見栄えがね、ずれないっていうんですかね、シャープになりますので断面が。はい、最後残りました、パーツ、サイドポンツーンを含めた、ボディですね。これも丁寧に、切り抜いていってしまいましょう。この場合は折り筋をねつけてある部分、特に、のりしろこの部分を後で折ります。あまり折ってしまうと切り抜きがねしづらくなっちゃうので、この中に47番48番、ステアリングパーツがありますが、これは後でカッターでくり抜きましょう。これも貼り合わせパーツなのですが、これはきちっと全部切り抜いた状態で貼り合わせになります。はい、この辺もねハサミでなんとかいけますのでいってしまいましょう。人によってはね全部カッターで切り抜きますよっていう人もいますね。私の場合はこのハサミがいいですね。カッターだとちょっと切れ味がなくなってきた時とか、そういう時がちょっとうまく切り抜けなかったりするんで、その切れ味の違いのが出た時がちょっと厄介なんですね。はい、ここもずっと切り込みを入れて切り抜いていきます。なんとか切り抜きが終えられればいいですね。ちょっとこの縫い代を切るときがちょっと
ハサミだと辛い時もあるんですよね。もうこう連続して同じような塗り代の場合はカッターでいきましょうかね。後でカッターでいきます。はい、ここが貼り合わせパーツになってますんで、ここの部分だけ貼り合わせですね。はい、ここは後でサイドポンツというか、さっき切り抜いたあれですかね、ノーズコーンを含めたパーツがここへ入ってきます。あとは同じことの繰り返しなので、反対側は、割愛させていただきます。さっき言ったね、のりしろについてはこうカッターで切り取っていきます。こちらも同様ですね。はい、こんな感じでどうでしょうか。はい、であとこのステアリングパーツは全部切り抜いていきます。これはカッターで、外側カッターで、内側、あ、外側はハサミで、内側はカッターという形で切り抜いて、後で、貼り合わせをします。はい、ここで一旦止めますね。